がどっこいそうはトんやがおろさない」「お役人が立ちふさがっていうことにゃ」「わかってるだろうが」「来年は勝負なんだよ」 銭がなけりゃ君銭がなけりゃ帰った方が身のためさあんたの国へ東京はいいところさ 眺めるならもうしもなし。住むなら青山に決まってるさ。ゼニンがあればね。 「そりゃあ,あんたの勝手さだけど妻んこいしさに」「叫びたりなんてなんもってのほかだよまして一般人と一緒に付き合いたいのならそうだよ今いるところが一番いいのさ」 俺のこと聞いてりゃまずまずさ。お役人だってテレビでも言ってたよ。 全員があればね。住むなら青山に決まってるさ。全員があればね。ええなんですかねい犬猿 えー「犬猿」なんだっけ1月2月3月はこう矢のように去っていってしまうみたいな言葉が確かにあったと思うんですが何だったっけなあのさっき自分でそういう通きをしたんですよあ犬逃げる猿」ですね <laughs> 1月は犬 2月は逃げる、3月は去るんだそうですそんな感じでねあ,のあっという間に過ぎてしまうそうあの今あの歌ったのは高田渉さんが、えー、歌いました歌った曲であそうそう高田さんが作って詞も書いて 曲も作った歌そう高田渉さんは結構詩人の書いた詩に自分,で曲自分で曲を作るみたいなのもやってるからどれがどれやったっけなって思ったんですけどこのゼニガ「銭がなリアは高田渉さんが詩も曲も書いている」という曲ですね。これ年末ぐらいに12月6日 その辺りに結構高田るさん僕は聞いてったんですねこんな寒い時にこう銭がなかったり宿がなかったりしたらしんどいやろうなと思いながらしんどいつうかもうどうすんねんてねあっありがとうございます今日は昼寝しよう <laughs> 夜更かしを <laughs> 準備させて。 ししま,いましたね私も今日は昼寝したけどあのそう宝渡るを聞いてたんですけどそんな <laughs> 年末も、えー、あっという間に年末からあっという間に1ヶ月経っちゃいましてもう1月が、えー、犬と言われる1月がねもう犬るわけです <laughs> 今。今か今かかと犬よ こう「おうろふくろ」の「おう」って書いて「犬る」「犬犬る」っていうねふう <laughs> に読むみたいですね「犬る」「さる」「逃げる」そんな1月ですがえー、最近売れた音楽の話をしようかなえー、そうなんすかねあの「井上陽水」 あのパフィーの曲とかを「アジアの純真」とかを書いていてよ井上陽水さんが作詞で作曲したのが奥田民生さんっていう「アジアの純真」っていうパフィーの歌ったすごい曲があってそれでなんかね「母校だ」っていう声をシンセサイザーみたいな感じの変な声にする。 えー、エフェクターみたいな装置があるんですけどアジアの純真はそのパフィーが歌ったフレーズをこう奥田民生さんの声なのかなボコーダーを使って変な感じの声にするんですよ。北あえっ、ー、とそう。 北京、ベルリンダブリンリベリア束になって輪になってイランアフガン聴かせてバラライカみたいな歌詞をこう変な声でね追っかけるんですよねそれが母校だっていうエフェクトみたいなやつ使っててでなんでしょう奥田民生さんといえばソロやったり、えー、バフィーのプロデュースとかする前は ユニコーンをやってるわけですねでユニコーンの、えー、名曲「ヒゲとボイン」を最近じっくりと僕は味わいましてそ<う>もちろんあの前から知ってはいた曲なんですけどこうブログに書いたりとか自分で歌っ,たり歌,歌ってみたりとかするためにこう 向き合う曲と向き合うってことをすると全然変わってくるんですよね。僕がぼんやりしてるせいなのか自分でやるっていう視点で曲を見ると全然変わってくる見えてくるものが全然変わってくるっていうね皆さんもやったらいいと思うんだけどな音楽の味わい方聞くだけじゃなくてね <laughs> やってみる。 も減るもるのがが大きい気がしますけどそうヒゲとボインにもねその変な声のボコーダーの声が入ってるんです。で最後のサビの前に入ってるんですけどなんかほとんどねその音の面白さでなんとなく聞いちゃってたんですけどよくよく聞くとボコーダーだからこう言葉を喋ることができてで言葉だから何て言ってるのかっていうのが。 正解があるわけですよね一応よーく聞いてみたら「ヒゲと母音僕は母音の方が好きです」「はい」って言ってるんですね <laughs>。機械みたいな声だから音として認知してたけどよくよく聞いたらそんなこと言ってる「ヒゲと母音僕は母音の方が好きです」「はい」そんなこと言ってるって気づいた瞬間は。 笑っちゃいましたけどねこれなかなかせちがらい曲というか多分働いている勤労者視点の曲でねで同じ会社の隣の席にはこうおそらくボインというぐらいだから胸の大きい女性がいるんです隣のデスクなんだそうですで花見の時にキスしてそれっきり何もないという。 それから何もないそうで何か社長は社長でいるんですね社長はなんか偉そうなことを言うんです主人公っぽい人にで偉そうなこと言ったりとかこう主人公と中途半端な微妙な中になっている母音の女性と女性に社長がこう手を 出すみたいな感じの表現が歌詞にあったりしてこう主人公が悶々してんのか分かんないけどなんだその偉そうな髭とかいう歌詞があってなんでしょうユニコーンのねこれ作詞作曲は小倉民夫さんだったと思うんですがユニコーンのメンバーがそういう勤め人豊かなメンバーに 勤め人人の経験がある人ドラムの西川さんとかそんな感じだったっけな忘れちゃったけどでもね基本ミュージシャンなわけですからそういう勤め人の風景みたい勤め人が経験しているであろう風景みたいなの歌に書かれるとなんでわかるんですかそんなみたいに思いますよねまあでもねそんな作家とか ね小説とか書くわけだからもの作る人は自分が体験してないことも書けて当たり前なんだろうけどそれにしてもなんだろうねまあでもお話だからね実際にそういうヒゲとボイみたいなことが世の中に起きているともわからないけどそんな歌になるような物語は俺の人生には大してねえぜっていう。 思う意見もあるだろうし事実は小説よりもきなりとか言ってねあの小説映画映画よりもきなりだっけ小説だっけどっちか忘れちゃいましたけど小説人が考えうることは起こりうるんだみたいなね言葉も聞いたことあるけど物語に負けないぐらい現実がおかしなことになっていることもあるかもしれませんけど まあそんなヒゲと母音母ボコーダーが入っているんだけどこうね夜そうこの何か勤め人の含まれる物語を奥田民生さんの力強い声で歌い上げていてこうね宇宙まで届きそうな感じの素晴らしい曲ですそれを僕は最近になってようやくちゃんとこうね自分で 曲をやってみようっていう視点で鑑賞したらまたいいなという感じで思って聞きましたけど。であの八王子のパパビードっていうライブハウスがあってそこに僕と同い年の店長とか僕でちょっと年上の,あのミュージシャンでスタッフもやってるミュージシャンとかがいたりしてその時にあの 店内の BGM をずっとかけるわけですけど営業中はそのミュージシャンでスタッフの人がユニコーンが好きでである時まあそんなことユニコーン好きっていうのは知ってたんだけどその日の音楽がユニコーンかどうかっていうのは僕は知らなかったんだけどすごくいい曲が流れていてで誰の曲か分かんなかったからそのスタッフに聞いたらこれはユニコーンだっつってでユニコーン 奥田民生さんがボーカルだったら「オブレ」もんとなくソロかユニコーンかっていうのはなんとなく分かるんだけど奥田民生さんじゃなかったんですよね歌がユニコーンはそうやってメンバーも曲を書いて書いたメンバー自身が歌ったりもちろん奥田民生さんが歌ったりもするんだけど要は奥田民生さんじゃないボーカルものレパートリーがあってですねそれが「ボルボレロ」って曲だったんですね それボルボレロはベーシストの堀内さんがこうエビエビっていう芸名でいらっしゃるんですよねエビさんが書いた曲でこれエビっていうのは ARB っていうバンドがいて堀内さんは ARB のことが大好きだったら自分自身がそうやって呼ばれるようになったっていう話らしいんですけど好きなものの名前で 自分が呼ばれるるようになるっつうの、ね、おかしな話だけどありそうな話でもあって何でしょうねバナナがめっちゃ好きやったらめっちゃ好きでバナナ食ってバナナ食べたいとかバナナ美味しいとか日常的に言ったらバナナバナナ知ってる人に呼ばれるようになるから分 <laughs> かんないですけどねエビさんだったらエビが好きなんかいってなっちゃうけど。 そうじゃないバンドの ARB が好きでそういう風になったっていう話らしいですけど本当かどうか知らないですけどねまあそんなエビさんが書いたのが「ボルボレロ」っていう曲ですごい流れるような美しいメロディーと歌詞とコードでねすごい曲なんですよこれ「シャンブル」っていう2009年のユニコーンがまあ一回活動をね 凍結させるんだけどそれが2009年に突然再開すすするるんですねアルバムも発表するそれがシャンブルだったんですけどかなりね気使ってバレないようにユニコーンがなんか復活に向けて動いてるらしいっていうのをバレないようにすごくなんか偽名とか使ってスタジオ撮ったりとかして結構緻密に準備したらしいんですけどなんかね 復活だぜみたいなのをメンバーの間でもこうあんまりにおわせないでなんとなくこうスタジオ入ってみたいとかなんとなくこうぬるっとうまいことを始めていったらなんかやってみたらすげえ面白くなってみんなが気持ちがこうね活動の再開に再始動に向かったみたいな話を聞いたことがあるけどさでそうやってメンバーがねいろいろに それぞれぞにキャリアたぶん、ね、1993年ぐらいだったかなスプリングマンっていうアルバムを出してそれを最後にカツが凍りついてしまってんだから93年あそっか16年ぶりとか言ってね16年ぶりのアルバムがシャンブルだったわけですねそれに入ってる「ボルボレロ」っていう曲で「ボルボレロ」っていうのはたぶんこのね

あとボルボボルボっていう車あるじゃないですか。車とか乗るのかね彼がわかんないけど。彼が車とか乗る人だった。なんかボルボのこと言ってんのかどうなのかわかんないけど。美しい歌詞なんですよ、これ。読んでみようかな。ブルースカイ、映り込む君の瞳が、今日は特別綺麗に見えた。僕はなぜだか寂しくなって、何にも言わずに抱き寄せてた。南風、小鳥たち、せせらぎいつの間にか消えてゆく。 みたいなね美しい歌詞とメロディーと曲なんです。まあボルボ関係で、ね、車のボルボなんか全然関係ないんど、っちかというとこう、ね、男臭いイメージの、車とかのね、男臭いイメージとちょっと違うかもしれないですね、すごい。ニュー話で流れるような美しい曲なので、なんなんでしょうね、ボルボってね、ボレローは。音楽のボレロは そう,ああそう、ボルレロが出てくるところを読んだ方がいいよね。2番読む、もうかサンシャイン、降り注ぐ君の笑顔が優しすぎると気づいたんだ。僕は無理やり、ジョーク、飛ばして笑い続ける君を見てた。悲しみが少しずつ降り積もるまるでボレロのように。南風小鳥たちせせらぎいつの間にか消えて悲しみが少しずつ降り積もるまるでボレロのように。それはボレロみたいになる。って言って終わるけど。 それはボレロみたいになるって言ってそう何のことなんでしょうねいや音楽なんて意味が分かんない方が美しいぐらいに思うんですけどねいやすごくいい曲なんですそう「アジアの純真」「パフィーの歌ったアジアの純真」とかも聴いてて最近「井上陽水」僕ちゃんと聴いてないなって思って 高校の時の音楽の教科書に少年時代とか載ってるんですけど、なお少年時代とか好きだし、もちろん、ね、風あざみ、風あざみってなんやねんつって。これまでだから井上雄さんもうこう意味の分かりきらん素晴らしい歌詞を書く一人のミュージシャンだと思うんですけど、意味分かんないけどわ分かんないほど、すごいんじゃねえかみたいなね。いや言葉ってそもそもなんか意味の、 伝達のためにね生まれたみたいな意味を伝える道具っていう側面があるからだから言葉を発するっていうのは意味を伴ってしまいがちなんだけど詩を書くっていう歌詞歌の言葉としての詞ポエムっていうのはまあ歌の言葉としての特別な意味を持たずとも何でしょう そうやって意味にとらわれずとらわれないもの文学ともまだ違う気もするんだよね詩っていうものがそもそも音楽みたいなところが僕は側面を持っていてで歌詞の詩「ゴンベンに司かさどるの」の詩っていうのはまあ歌のための歌うための言葉っていう前提があるっていう認識なんです僕は。 歌のための前提がなければ「ごんべんに寺の詩」でその歌のためっていう前提がなくても書いた後で歌に使ってもいいしなんだろうな歌と切り離しても読めるっていう読んだり書いたりすることはもちろんなんだろうこの歌詞をこの詩を 歌の言葉に視線っていってね,ね歌詞の詩を先に書くっていう手法で曲を作るっていうのはあり得るてかまあ曲から作るか歌詞から作るか同時に作るかみたいな話になるから3、まあ、択みたいな感じなんですかねわかんないけどもっとグラデーションで無段階的な作り方なのかもしれんけどまあそ、うん、もやっとしたけど。 ななんとなく僕の中でそういういちょっとしたニュアンスの違いがあるかもしれんけどだから「ごんべんにてらの詩」っていうのはなんか後からいくらでも歌の言葉になるしね歌の言葉にする時にちょっとフィックス微妙にこうトンカチし直すこともあるかもしれないけどね今日冒頭にあった高田渡さんだってこう有馬正さんっていう。 詩人とか山口漠さんっていう詩人の詩がまず歌に使われるっていう前提じゃないところで書かれたものを「生活の柄」っていう曲とか「値上げ」っていう曲とかはねそうやって詩人の詩をフォークソングの音楽にこう持ち上げた曲なんですけどあそうそれで井上陽水さんの。 話ををししてたたんだけどリバーサイドホテルを聞きましたこれねなんか大人の恋愛のなんだろう艶っぽいやらしい感じもあり濡れてる感じリバーサイドっていうぐらいだからねこの曲のイメージをとても占めているな水濡れてる感じ湿気とか。 濡れてるきらめきつやめきそういうものが大きい気がするんですけど「リバーサイドは・テーはティル」はそうなんだけどなんかやっぱ意味のわからん歌詞を書く名人井上さんだけど意味のわかんないっていうよりもなんだろうねこのフィクション感ここではないどこかい夢を見てるような感じのね現実に、まあ ありえなないい風景じゃない現実にいくらでも例えば実写映画とかでも撮れるような風景描写なんだけどそれを井上陽水の言葉で表現するとなんか夢を見てるような感じのね映像とか空気が立ち上がる素晴らしい歌の言葉でありなんかどこに向かってるんだろうおそらく男と女が。 なんかね一緒にいてバスに乗ったりとかバスに乗ったりそのリバーサイドホテルに行ったりするんですよ誰も知らない夜明けが明けた時街の角から素敵なバスが出る若い二人は夢中になれるから狭いシートに隠れて旅に出る昼間のうちに何度もキスをして行く先を尋ねるのに疲れ果て 日暮れにバスもタイヤをすり減らしそこで二人はネオンの字を読んだホテルはリバーサイド川沿いリバーサイド食事もリバーサイドあああリバーサイドというおおおはこれ歌詞に書いてあるかわかんないけど歌ってますよねおおおリバーサイドうんそんな歌詞でねだからまあ実写で撮れそうな風景なんだけどなんかまどろみの中で 幻想的に見てる風景みたいな気持ちに僕はなるんですなんでだろうね。それは井上マジックなんそと思うんですけど。これね、冷静になるとすごいことが起きていて、ホテルはリバーサイド、川沿いリバーサイドって言ってるんですけどね。リバーサイドって川沿いでしょ、そう。だから、リバーサイドって言った後に川沿いって言って、その後にまたリバーサイドって言ってるから、 川沿い川沿い川沿いっていう意味の3回の言葉を繰り返してるみたいにもなるし全部英語に直せばリバーサイドリバーサイドリバーサイドあありがとうございますもうそろそろそう28分なんていうかねこれならもうちょっと喋り続けられるかなリバーサイドリバーサイドリバーサイドこれねあの僕ちょっと仕事の関係とかでこう紙物の編集とかすることもあるんで構成とかね する編集的な目で文章とか言葉を捉える視点があるんですけどだからそういう時って言葉の重複っていうのはなるべく避けるっていう編集方針もあってまあこれ紙物の編集だからあの紙面が限られるので言葉が重複する時はなるべく短くするっていう方針のために重複は避ける 重複を含む言い方は別の言い方に変えるとかねそういうことを考えるんだけどまあぶっちゃけ今インターネットとかのメディアだったらね紙面が限られるってことはなくてまあ無限とまで言えるか分かんないけどほとんどね限りがないまあ読む方もしんどいからなるべくでも重複が下げた方がいいけどっていうのは全部こう音楽関係ないねネットの記事とか ニュースとか報道とかそういう世界の話であってあの歌の言葉っていうのは重複なんかいくら書いてあっていいしルールなんてあるようでないようなもんで自由なわけですよねだからリバサイド川沿いリバサイド川な何か言ったっていいわけですよそんな重複なんか知らんっていうねこれ井上陽水さんは自分でも分かっててそうやって。 やってるんじゃなないかなっていうその意味が重なるなんて分かっててやってる。リフレンっていう音楽はねこう同じ意味の同じなんでしょう響きを持った言葉を何回も繰り返すとかそれ音楽の基本ですからねリズムとかメロディーとかを繰り返すそれい繰り返すことで印象づけるっていうのは何でしょうこの言葉 紙の上に踊る言葉だったらばこう目の前にいつまでたってもいるわけです。文字に書かれた言葉は目の前にずっといるんだけど音楽っていうのは時間の芸術だから一回言葉を発したらそれは時間の彼方に消えてしまうものだからリフレインっていうものが生きてくるんだと思うんです。例えば大事なことは2回言うとかね。 有名な歴史上の政治家たちが演説で使ったテクニックかもしれないし政治家以前にねまあ音楽の歴史も深いですから深い言うても人間のね地球の歴史とかから見たらこのごく最近のことだかもしれんけどまあそういうねだから印刷の紙の上の限られたスペースの話だったら言葉の重複は避けるけど 音楽はいくらでも繰り返します僕もさっきから同じことずっと言ってるそれにもう2分ぐらいかけてる感じですねそう印象付けたいことは何度でも繰り返していいんですそれが音楽まあでもね3回4回になってくると飽きてくるだから音楽っていうのはこう何でしょう覚えてもらえるような親しみやすさとか印象付ける何をどう印象付けるかってことだったり でね、飽きられることを避けて、次どこに行くべかっていうのをいつも考える。それが音楽だから、面白いですよね。3回ぐらいやったら繰り返しても印象付けるテクニックになるだろう。でも4回目ぐらいでやめとこうか。でもね、4回、5回、同じようなモチーフを何回でも繰り返す音楽もいくらでもあるし、何でしょう、コード進行とかを、同じコード進行をずっと繰り返す。 ね、音楽もあるわけです循環コードとか言ってねそのコード進行の繰り返しは重複じゃんよって言ってたらそんな循環構造の音楽は生まれないわけでそれが生まれてるわけだから音楽は重複なわけですよ重複を含んでいてよろしいわけですもっとすごい重複があるんですよこの同じ井上陽水リバーサイドホテルの中にねそっくり返って。 悶絶するほどの重複が2番に出てくるチェックインなら寝顔を見せるだけ部屋のドアは金属のメタルで金属のメタルでっつってもう絶対これわかって書いてますよね金属のメタルですごいなおい何でしょう木製木製のウッドでとか <laughs> 麺のコットンでとか言ってるみたいな感じの紙のペーパーでとかねそんな感じですよねそんな感じじゃないか金属のメタルでかっこいいんですよ音楽に聞けばかっこいいんですいや別に僕が下手くそなだけで読んでもかっこいい言葉なんですけど金属のメタルで音楽は重複 OK です これなんか大分県と熊本県の県境たりにね温泉旅館があるらしくてそこをモデルにしてるんじゃねえかっていう話がなんか旅行個人の人が旅行し,したレポートのブログとかに書いてあった <laughs> 本当かどうか分かんないですよねだからなんかそこに井上洋水さんが こ恋仲の人との記憶も交えてフィクションにしたみたいな話も書かれていたけど本当かどうか知りませんいい曲なんです奥田民思のこととかこう気にしてるといや普通に単純に僕が好きってだけなんですけどねあの,あ,のああそう 2005年ぐらいなのかな2005年16年前は私は今34歳なので18歳ぐらいかそんな時だったっけなあの「ハチミストクローバー」っていう海の地下さんの漫画を原作にしたアニメーションか深夜にやってたんですそれなんか真面目に見てたんじゃなくて 気づいいたたたららややっっててててテレビつけたらやっててみたいな感じだったんです、ね、だからハチ,ハチミツトクローバーハチクローって親しまれてるけどハチクローを見るぞっつってテレビつけてたんじゃなくて何となくついてたテレビからふと気になる音楽が流れてそれが単にハチクローだった偶然ハチミツトクローバーだったんですけどなんかこのボーカル聞いたことある。 聞いたことあるっつうか奥田民生さんじゃないかっぽいなっつって思ってその歌が曲がすごくよくてあの「だけど名義が奥田さんじゃないけど声は奥田さん,んこれ誰なの?」っつってもうアニメーションのエンディングだったんですよ本編も全然見てなくてテレビつけたらもうなんかそんな感じの場面だったぐらいの感じなんですけど。 で見たら、ザ・バンド・ハズ・ノー・ネーム。七種のバンド、七種のバンド回。っつってね。ザ・バンド・ハズ・ノー・ネーム。で、曲の名前がミステイク。七種のバンドの <laughs> 間違いっていう曲 <laughs>。ミステイク回。つってね。曲にはミステイクっていう歌詞が出てくるんですけど。 すごくい,いなんだろうね音楽的にもよくよく聞くと豊かな素材でできている優れた曲なんです両曲いい曲メロとかはねロックンロールブルースな感じのこうちょっとエッジを利かせたパワー感のあるえメロなんだ メロなんだけど B メロでちょっとその移ろいを見せつつサビがサビがねちょっと脱力してる感じの垢抜けた感じがね、うん、秀逸な曲なんですね「t h e b a n d h a ム s n o n m e っていうのは奥田民生さんを含んだバンドなわけです奥田民生さんプラス スパークス55をやっているお三方、えー、これ作曲者がやクましんいちさんこれス、スパークス55のベースさん、ボーカルベースさんで、スパークス55の3人と奥田民生さんと松浦さん、松浦義弘さんっていうのは、その5人がザ・バンド初のメンバー。 で、確かこのスパックス・五ーの3人とボーカル、もう一人いたボーカルさんが、この前にやってたバンドを解散した時期ぐらいに、えー、奥田田宮さんとその松浦さんとスパックス・五ーの3人で、やったバンド。で、なんこれ海外で録音したのかなで、帰ってきて、日比谷の夜音でライブをやって、それで解散、 ちゃうんですってなんか奥田民生さんの事務所とのなんか圧力でプロモーションができなかったとかいう話がウィキペディアに書いてあったけど本当か知らんがだからなんかね知る人ぞ知る知られていない音楽熱心に好きじゃない人には全然多分知られてなさそうだけどでも「蜂蜜とクローバー」のね エンディングになったことでライトな音楽好きにも私のような浅い知識の人間にも届いた機会を持てたんじゃないかなと1990年,っっ年ぐらい89年か90年ぐらいにバンドザ・バンドはずの年でいつだ 1989年録音して1990年にザバンドハズノーネームでザバンドハズノーネームっていう同盟の EP まあアルバムですね出してそれにもミステイクが入っていたんですそれ90年に出してでイヤオンでライブやって解散しちゃうっていうのがザバンドハズノーネームなんですけどその中にもミステイクが入っていてで2005年に何でしょう最近 再始動っていうのかなもう一回やるんですよね。で2、2ってローマ数字で2って書いてる、二ローマ数字はあれだね、あの棒が2本立ってるやつで表記するローマ数字で2。ファイナルファンタジー2とかいうやつだね、同じ見た目の字なんだけど、そのアルバム2っていうのを2って呼んでいいのかわかんないけど、これを作って、そっちにもミステイクの新録バージョンが入って。 1>, 1回目のファ,スファーストタイムのオリジナルのミステイクのボーカルはね、奥田民生さん感が少なめだ。これ、ヤクさんが主に歌ってんのかな。でも、新録の方は結構奥田民生さんの声の成分が多めに僕は感じましたけど、皆さんもよかったら聴き比べてみてほしいですが、そんな一、 何だろう曲の雰囲気っていうのは曲のキャラクターが大切にされているのでファーストタイムのミステイクも新6バージョンもそんなに違いはないんだけど違いはないっておかしいどっちも楽しい美いしい味付けになっていて何でしょうニュアンスを踏襲しているんですでまあ新6バージョンも,もちろんねこう音もちょっと その時代風やっぱね90年89年録音90年リリースの音と2005年リリースの音っていうのはやっぱちょっと変わってくるわけですよね。何でしょううね何が違うんやろリバーブあるエンジニアさんのサウンドエンジニアの書いた本とか読んでたらリスナーはその音楽に何をその音楽の何に時代を感じてるのかっていう一つの答えとしてリバーブじゃねえかっつって。 言ってて書いてる中村康介さんっていう人の本読んだんだけどだからリバーブの感じもやっぱちょっと違うかなって気はしたけれどやっぱ90年の方が何でしょうねそのリバーブの機材が違ったりするんですけど2005年の方がちょっとドライな感じがしたかな僕の印象としてはねドライっていうのは残響が少ないっていう ことを業界人は言います。で、逆に、ウェットって言ったら、残響が多いことを言います。だから、ドライだからね、残響リバーブはがちょっと少なめと。で、ザンは少なければ少ないほど音が近く感じる。残響が多ければ多いほど、音が遠く感じるんですよね。ねだから。何でしょうそういう音の作りのやり方もあって。なるべく 音楽聴いてる人にこの音は近く感じてほしいっていうものはリバウンドかけすぎないようにしてこれは脇役でちょっと奥の方に近くと奥っていうより僕のイメージではまあ奥とか中心的なでもボーカルにあえてこうウェッティな感じだねダクダクジュルジュルな感じのリバウンドかけることもあると思うけど。 まあなるべく主役は近くにいてほしいと思うと、リバーブかけすぎない方がいいだろうけど、まあ、いろんな音作りがあるから、ね、湿り気のあるウェッティなボーカルらも魅力的な音作りはいくらでもあるからね、ものによるんだけど。残響の話になったな。さあ、バンドハズノーネームのミステイク。2つのミステイクの テイクがあるわけです <laughs> ミステイクじゃないんだよだって商品になってるからね <laughs> ミステイクっていうタイトルっていうだけでこれどんな歌歌詞ちょっと読んでみようかどんミステイク何がミステイクなのか横に座ってる分にはちっとも気に留めなかったクラブバンドの下手くそなロックンロール急に誘われるフロアに出て踊り回るあの子のペースにすっかり捕まり 握ったその手も振りほどけやしない。笑った顔につけこまれ、口にした先に煽られて、その店出たときゆるんだフェイス。気がつけすっかりその気になってる、頭抱えて、夢だと思い込んでも、物語るからのベッド、白く染めて。これこ,こから錆ですね。雲の上登り、銀色が包んだ夜。締めつけられる、ミステイク消えない。ああ、なんか。 痛い心に痛い記憶があるんですかね締め付けられるミステイク消えない傷になるような何かの出来事があってそのことが言葉になっているのかでこれ歌詞が繰り返されて終わる頭抱えて夢だと思い込んでも物語るからのベッド白く覚めて雲の上上上り銀色が包んだ夜 締め付けられるミステイク消えない。うん。っていうのが、えぇ、ー、ヤクマシン一さん作詞、奥田民生さん作曲、ザ・バンド初ノーネームのミステイクです。の歌詞。うん、なるほど。うん、締め付けられるミステイク消えない。っていうところにね、物語空のベッド白くさめてとかもなんかね、思わせますね。 で、サビの出だしが雲の上登り、銀色が包んだ夜なんですね。なんでしょう、銀色ってね。雲の上登り、銀色が包んだよ。昨日とか満月だったですか今日も月が明るいですね。昨日か一と日い夜中に歩いてたときなんか、どうしちゃったんだろう、世界って思うぐらい月が明るかったですね。そんなような夜。 だったかもしれませんねこの歌の情景まあ歌の意味なんかね気になる曲のタイトルと「意味」ってやるとやたらと説明してるブログが出てくる別に意味なんかいいじゃんよっても僕も同じことしてるけどね曲の言葉を味わってどういう意味なんだろうとかね解釈して クソみたいなブログ書いてますけどまあね自分のためにやってるんですよこうね音楽をやる歌の言葉を書く人間として修行としてにやってる感じですね楽しくてやってるんですよ「ザ・バンドはずのネームのミステイク」曲ぜひ聴いてくださいめちゃくちゃいい曲です 歌詞の意味なんかどうでもいいじゃんもうなんか響きが音楽なんだよっていうことを強く思わせてくれるバンドはブルーハーツなわけですよね僕にとってブルーハーツのなんだろうでそうとは言いつつもブルーハーツの歌の言葉っていうのはものすごいね唯一無二なオリジナリティがあって 詩だけを取り出して読んでもとても響くだからやっぱなんか言葉っていうのはそもそも音楽であって意味を伝えるなんだろうな太鼓をぶ,ぶっ叩くとかさのろしを上げるとかも意味の伝達だったわけで。ね、煙 くすぶる水分の多く含まれた木や葉っぱを炊きつければ煙がバーって上がるからそれで古代人とかはなんかね天敵が来たぞとか戦争開始じゃとかなんか通信の手段にしてたか分かんないけどそれも言語なわけですよねそれはねのろしをあげるっていうのは視覚に訴える言葉だから音声とは違うけれどもそれもまあ言葉なわけです で音声による意味の伝達っていうのがまあね僕の想像を超えたような音声のやり取りを古代人もしてたかもしれないけどウホウホ言ってたんですかねわかんないですけど <laughs> ひどいよねウホウホとか言って <laughs> 古代人も私のことを見たら何て言うんだろうね古代人は私がウニャウニャ言ってるわって思うのかもしれない 未来人がなんか言ってるわて知らないけどう <laughs> フうほはさすがにひどいなまあでもとにかくそう音声も意味の伝達の手段でもあるですけどなんだろうねでも何か何かをひっぱたいたり自分の喉を震わしたら音が出る音が出るっていうのはなんか 何か敵が来たぞとか意味を伝えることにも使えるんだけど音が出ることっていうそのこと自体がなんか楽しいっていうのはあるんじゃないかな聴覚があれば音を認知する力がある以上はね意味を感じる以外の体感感覚に訴えるものっていうのがあるわけです。 そう感覚に訴えるんですよね音の響きだ言葉っていうのは感覚に訴えるこれも読んでみようかこれ僕ザ・ブルーハーツの「人に優しく」っていう歌を味わいましたこれねドラマ「人に優しく」って同じ名前のドラマがやってたよねやってたんです加藤浩次香取慎吾ソフィアの松岡充ソフィアは昔聞いたな シングルとか買ってました最近聴いたらびっくりなんか当時感じたものとはまた違う感覚があって面白かったですけどねあでそうまあその「人に優しく」というドラマのタイトルも当然ブルーハーツの曲から取られてるわけで気が狂いそう優しい歌が好きであああなたにも聞かせたいこのまま僕は汗をかいて生きよう ああ、いつまでもこのまますさ。僕はいつでも歌を歌うときはマイクロフォンの中から頑張れって言っている。聞こえてほしいあなたにも頑張れ。人は誰でもくじけそうになるもの。ああ、僕だって今だって叫ばなければやりきれない思いをああ、大切に捨てないって。人に優しくしてもらえないんだね。僕が言ってやる。でっかい声で言ってやる。頑張れって言ってやる。聞こえるかい頑張れ。優しさだけじゃ人は愛せないから。 あ,あ慰めてあげられない期待外れの言葉を言う時に心の中では頑張れって言ってる聞こえてほしいあなたにも頑張れこれが人に優しく人に優しくは河本さんだったと思うんです結構違いが分かりますよね真島正俊さんが書いたか河本さんが書いたかで結構 聞いたらわかるんですよ。人もいるからそう河本さんだねこれは河本博士さんが書いてる、うん、こうまっすぐ飛んでくる感じがしてまあ歌言葉の意味を考えたらねそりゃ河本さんの本当に心の底から思っていることがそのまま出てる のかもししれないし一方でまあロックだからねその散々してきているように響きですか響きが飛んでくる響きがあなたにぶつかればいいんだそういうもんだって僕はロックはそういうもんだって思ってもいるしだから河本さんの書いた人に優しくの歌詞に私励まされましたとかそういう人が でも別にいいんだけど別にいいんだけど言葉の意味はそれはそれなんだけど響きがこうぶつかってくるっていうことが音楽では大事だしフルーハーツを聴いてると響きがぶつかってくることのすごさをひしひしと感じますねなんか自分がどう解釈するべく 何でしょうブルーハーツについて何か言葉にしようって言葉にした時点でなんかもうどんどん陳腐になってしまうもうブルーハーツってのはすごいんだっていう気分になってしまうどんな言葉も小さくしか思えないっていう気分になるなんかブルーハーツなんですけどね僕にとってはそう高校の時とかもなんか聞いてはいたんだけど別にすべて のキャリアを網羅しするように聞いいたわけじゃないんで人に優しく」っていうドラマがテレビでやっ放送されたことで僕は「人に優しく」というブルーハーツの歌があるんだっていうのを知ったんですねまあテレビとかね CM とか歌を教えてくれるきっかけをくれるもので なんだろうドラマはまあドラマがメインだしテレビ CM はその広告だから売り込みたい何かしらの商品とか会社とかブランドとかがあるっていう前提なんだけどもそこにねアイコンとしてイメージ印象付ける手段として音楽がフィーチャーされるわけですよ音楽が使われるわけです それはまあなんだろうね音楽の本来の使い方っていうのとは違うかもしれない二次的な使い方なのかもしれないけれどもでもそういう印象付けるために使われるぐらい音楽の持つ力っていうのは大きいんだな不要不急とか言ってねコロナ騒ぎで不要不急っていうも言葉が。 やてるほど聞いて音楽は不要不急なのかってねいろんな人が考えたかもしれないけどだからそんな存在である一方でそうやって CM やドラマの主題歌という何か人に印象付けたい時に真っ先に頼りにされる存在それは音楽何かを人の意識の表層に与える すごいい大きい力を持ったものが音楽でブルハーツはそれをやってるんですねうん「優しい人に優しく」っていうタイトルだからね「優しさ」って何なんだろうっていうふうに思うけどこのなんでしょう僕この曲を聴いて歌の言葉を始まって思ったのは「優しさ」っていうのは見守り 見ているよ、知っているよあなたのことをしたためているこう認めるっていう漢字を書いてしたためるって読みますけどねしたためることになるんじゃないかって思うんですね。でこの歌に「頑張れ」っていう言葉が使われてるけど僕のことを僕がどんなことに辛いと思って 僕が今どんな状況で何に喜んだり悲しんだりしてるか何も知らない人にただ「ねえ頑張れ」って言われても嬉しくないし頑張ろうって気にならないやって思うかもしんないけどお前つらいよなお前がつらいのはこれこれこういう理由があるから辛いんだろうってことを俺はちゃんと見てるぜっていう。 お前が嬉しいこと、お前が喜ぶ、悲しいことその一部を僕は知ってるぜっていう人に、頑張れって言われたら、だけど頑張れよ。お前今悲しいかも、嬉しいかも、辛いかも、楽しいかもわかんないけど、それなんだろうね。それ知ってる、その上で頑張れって言われたら、嬉しい。だ、それ知ってるよっていうことが優しさであって、 頑張れっていうのはそれを実際に働きかける言葉なわけですよねそんな感じでブルーハーツとか結構最近聴いてましたね素晴らしい曲いっぱいあるんで全てが素晴らしいぐらいのねで全てをモうらまだしてないぐらいの浅いファンなので 楽しみがまだいっぱいあるなという。教えてほしいぐらいですね。ブルーハーツ、この曲好きだとかあったら教えてください。そんな感じでじゃあ、最近聞いた音楽の話でした。ありがとうございました。おやすみなさい。